この番組は楽天ゴーラの提供でお送りします。ここ真似た方がいいんじゃないかっていうような選手の真似るポイントを教えていただきたいなと、うん、どっちかというと雑巾こうやって絞るから、ね、このきっかけ作りが一番大事なんですけど、左足をバンって蹴るってあるじゃないですか。あれだけでヘッドスピード上がるんですよ。はい、振動が行く、振動が行く、振動が来た。はい、振動が行く、振動が行く、振動が行く、優作が来た、優作が来た。はい、次はですね、ちょっと第3弾ということで、はい、せっかくだったらヨーロッパだったアメリカだったいろんな選手を見た中で、はい、日本人の、ゴルファーにここ真似た方がいいんじゃないかっていうような選手の真似るポイントを教えていただきたいなと。ちょっとレベルが違うけどね、うん、真似していいもんかどうかっていうね、まあ、構えとか、あ、まあまあそうだね、握り方とか、そうだね、うん、基本的に結構みんな実はすごい個性があって、はい、みんなそれ自分の体に合ったなんかそのスイングをしてきてるんですよ、見てると。なので、まあ、一概にどれを真似ていいかっていうのはちょっと難しいんですけど、マキロイとか、うん、あの辺、まあ、背格好が僕ら一緒なんですね、ほぼ、まあ、ちょっとだけマキロイのが大きいけど、やっぱりそのグリップの握り方とか、そのやっぱりこう理にかなってて、すごい左も右も、まあ、こうすごいフックグリップで、はい、右もすごいストロングなんですよ。こうってこと？そう、うん、逆、もうどっちかというと雑巾こうやって絞る感じ。あ、はいはいはい、両方こうなんですよ、ローリーはもう全部こういう感じ。そう、これ何がいいって両方手すごい伸びるんですよ、バンって。こうやると手ってすごい伸びるんですよ。あ、確かに。そう。確かに。手が伸びない人はこういう構えがですね。絞り絞り。手が逆に伸びて曲がらない人はちょっと両方こういうコリン・モリカワ系のウィークグリップっていう。ちょっとウィーク。やっぱりこう伸ばせる人は大体体柔らかい人なんですよね。でバックスイング大きく引けるんで、体硬い人はこれできないんで、まあちょっとこういうウィークグリップというか両方ウィーク上げて、まあ逆に左をこうしといて右こうしてもいいですけど、横からこういくぐらい、右手だけを曲げる感じでもいいんですけど、基本的にはやっぱローリーのこの左のストロンググリップっていうのはなかなかアマチュアの人できなくて、これは結構球強いの出るんで、ちょっと真似てほしい、うん、女性も、まあ、女性が一番こういうちょっとこう、まあ、男性は上から見て2ナックぐらいです、はいはい、ですけど、まあ、ローリーもちょっと2ナック3ナックぐらい来てるんで、うんうん、この辺は、まあ、左手がずっと伸びていくんで、はいはい、真似ていいのかなっていう感じはしますけど、うん、確かにアマチュアの人とかで体柔らかい人もいますもんね。そうそうそう、だから、まあ、女性の人はもうやっぱりこういうちょっと絞りで行く方がこう体柔らかいんで、こうバックスイングが伸びやすいっていう。僕硬いんで、あなたはあんまり上から握らない方がいいってことだよね。そう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 、ちょっと柔らかくしてる、うん、そうなんです。そういうこと。じゃあ体柔らかいのに、うん、こういう余計に緩む握り方したりもうグリャングリャンになってる。そうなんですよ、どっかでやっぱ絞っとかないと、うん、ポイントを作っておかないといけないんで、やっぱ硬い人はこうリラックスできるように肘を開けて握って、まあ、前回のレッスンもやりたように右手はもうゆるゆるとか、うん、そういうどっかこう緩くなるポイントを最初から作っておいて、まあ、体が硬すぎる人はもう、まあ、ギュッとは握らないんだけど少しこう絞りなグリップで握ってもらえば、まあ、ちょっとローリーみたいにこうピュッて引くとか似てる。こういうこのきっかけ作りが一番大事なんですけど、そういうことやったりとか、体の使い方もそうなんですけど、やっぱりこう小さい人は体を使って飛ばさないといけないんで、なるべく大きく振りたいじゃないですか。だその辺はそういうマキロイとか、まあデシャンボー体大きいけど、あれはあれで大きく振ってからそれは飛ぶよね。それは飛ぶよね。だからまあそういう人たちのそのやっぱセットアップを真似してほしいですね、はい、めちゃめちゃ飛ぶもんね本当に。誰？優作。同じ身長ぐらいで日本で
身長対身長だったらでも亀代くんの方が飛ぶんじゃない亀代くん、でもそれぐらいこう1人か2人ぐらいだよね。そう、まあ、でも41歳だからさ、まあ、その辺もカバーしないと、うん、クラブとか体の動きで。はあ、ね、そう。でもちょっとアマチュアの方でもそのデシャンボーとか、森なりとかローリーはあまりやってないけど、最近この左足をバンって蹴るってあるじゃないですか。あれだけでヘッドスピード上がるんですよ。これねちょっと難しいんですけど、ミート率がやっぱ悪くなるんですよね、左足を使いすぎると。なので一概には言えないんですけど、まあ多少こう上げて、こっから多分できる人はで、これこの動きあるじゃないですか、これできるんですよみんな多分。あ、そうできるの。できる。そうそうそう、ババワトソンとか。そうそうそう、これは多分できるはずみんな。これを後ろに引くだけ、この動き。なんか空振りしそうなんだけど、わざとやったら。でもね、できる。当たる当たる。あ、うん、そうなんだ、うん。これちょっとやると、ペッてヘッドスピード上がるんですよ。普通に打ちますね、まず。先パタッと。先パタッと。今ので、50.5。50.5。でちょっと左足少し引く感じ、左足引きだ方、うん、ちょっとだけね、ペッて。見たことあるけどやったことなんて。やったことない。おお51.7。そうだよね。おお、こんだけでペッて上がるんですよ。そんな石流るもの。そう、上体は軽く振ってんのに、うん、見た目は軽いんだけど、同じ左足をちょっと使うだけで、まあこうなってますよね、うん、へえ。そう、ヘッドスピード上げたい人はもうこれでスッて上がるんで。52.8 だよ。めちゃめちゃ上がってるけど317ヤード飛んで練習ボールだけどね練習ボールだけどマジでコツってあるの。コツなんだろう。まあするだけ、こうやってするだけ、本当にするだけ。そう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 。そしたら左腰ペンって抜けるじゃん。ちょっとやってみていいですか。どうぞやったことがない。どうぞ。いいじゃないですか。ヘッドスピード47。47。クラブスピードか。キャリー261。トータル286。そんな感じだと思う。じゃあこうします。もいやちょっとやりすぎ。こんだけ。そう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 。そんだけ。そう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 。そう。おお、ヘッドスピードさっき47.0から47.7。上がった。上がってる。キャリー263。おお、うん、確かに捕まった。トータル208。捕まるでしょ、うん、ヘッド走るんよパンって。いやこれはちょっとミート率下がるんで、うん、それが完璧にできてから、うん、本当はやってほしいんですけど、でもちょっと飛ばしたいなと思えばこれちょっとやってもらうと、うん、もうじゃあ今日最後に思いっきり引いていいですか。引いていいですよ。そうザッザッ、ちょっとこう、え、この辺あんまり大きく引かなくていい。さっ、切り返して切り返しの時でいい。もう切り返しからさってやって、こっからそう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 、腰切りながらね。あ、腰切りながら。腰切りながら。あ、ただ足を引くだけじゃなく、うん、腰も切りながらね。あ、そうそうそう、そういうこと。そうするとやりやすいから。へえ。そう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 、ヘッドスピード 48.2。マジでマジですごくない。すごい、ね、そんなに変わる。1変わったでしょ。48ってすごくない。1変わって 1.2 変わってる。 48.2 だから。ヘッドスピードがむしゃらに今まで上体で振ってたじゃない、うん、ヘッドスピード上げよう、うん、全然いらないじゃん。足ペッてやるだけで1上がるでしょ。マジで。そう、
おお、なんか勝手に触れちゃうね。あ、48.6 どんどん上がってくる。すごくない？これ多分ドラコンの選手からしたらもう当たり前のことなんだよきっと。もう当たり前のこと、こんなんもう20年前からやってますよぐらいの感じ。あ、そうなんだ、うん、だけど、まあ、あの大げさにやらないでいいんで、うん、ほんとちょっとこうちょっと引くぐらい、ちょっと引くぐらい安定感出すために。それだけでもこんだけ 1.6 上がってるから、うん、48.6 って超嬉しいんですけど。結構ある方だよね。ね、もうちょっとしたら50いきそうだもん、うん、そう、だから50すぐ見えるからやり方で。ヘッドスピードはもう上げれる、どんどん上げれる、うん、でもこうやって測ることがすごい大事で、今のはこれぐらい出てるとか、今のはちょっといってないとかっていうのはやっぱこうしっかり測った方がいい。でないと自分の状態わかんないから、測りながらやることを僕はちょっとお勧めしたいですね、はい。あ、そうなんです、力まなくなるんですよ。だから捕まるんですよ球。力むと右行くんですけど、ファーッとスライスなんですけど、こっちは力まないんで、左足だけにこうフォーカスしとくと、52.7 トータル 320.5 すごいね、レンジボール。でも今日やっぱりまだ体重い方ですね。いつも振るとやっぱ54ぐらい。あ、そう、うん、トラックマンだと54 53がだいたい最近アベレージ。あー、ちょっとヒルクタかな。出ました、 53.4 323。ちょっと振るとこんな感じね、いい感じ。すごいよ、まあ、41歳にしては、ま、もうちょい頑張る。もうちょい普段のよりは低いから。これはすごい、これはすごいわ。いやでもね、これね、やっぱ体使えてると思うんだよね。自分もなんか左手の腕の筋肉がピクピクしてた。多分使ったこと、普段使ってないとこ。普段右だけで打ってるんだよね、うんうん、すっごい右だけピクって、ピク、今左手リードになるから勝手に。ありがとうございます。すみません、これはまたね、あの皆さんぜひここ一番使ってみてください。しかもね、意外に当たる、ちゃんと当たるね、うんうん、思い切って練習場でこれやるとコツが多分分かると思うので、うん、でもこれやりすぎると本当にプロが言うようにスイング崩れる気もします。あんまりやりすぎてもね、うん、ゆっくり使えればいいですけどね。あのうまく使える選手もいるんで、うん、さってこうアイアンはやんなくていいですね。もうドライバーだけとにかくやっていけばいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、進藤が行くですけど、はい、ちょっと今あの雷で中断しちゃいまして、ちょっと今コーヒー飲んでるんですけど、まあ、せっかくだったらなかなかない貴重な機会なんで、ゆうさくんにいろんな話をゆるっと聞きたいなと。ゆうさくんはでも3歳からプロ始めた中で、うん、今次の虹の親となって、うん、これからはジュニアに向けて何か活動とかも考えたり。そうですね、まあ個人的にやってるのはあまりちょっと少ないんですけど、まだまあ、うちの親父 そのやってる道場のジュニアとか、スポンサーしていただいてる方々と一緒にこうジュニア、トーナメントやったりとか、まあ、ちょっと前からその宮里優作カップとかなんかやってて、うん、まあ、ちょっとヨーロッパ行ったタイミングでできなくなっちゃったんだけど、また今年ぐらいから始まるんで、うん、そういうまあその底辺拡大は もちろん当たり前。とりあえずそのゴルフ人口が増えてくれないと、うん、やっぱりダメだと思うし、逆にその40代、うん、俺らとか30代とか20代とか、これからパパになっていく人たちがそのゴルフを始めないと、まず多分子供たちもやんない、うんうん、のでやっぱりそういう人たち向けのこうゴルフの そのいいところとか、ゴルフのカリキュラムを作っていかないと結局増えないから、やっぱり結局みんなお父さんがやってたから、お母さんがやってたから、地域の人がやってたからってことでゴルフ始める、うん、お父さんも好きだからやってみろ、一緒にやろうかっていうのがまず大事だから、そういうなんか環境をまず作ってあげる。やっぱり練習場も今高い、コースも高い、親子が一緒に行けないっていう環境がまずなかなか
整備ができてない、うんね、そこをまずクリアしないと、うん、だからまあゴルジョ経営もすごい大変だと思うんだけど、やっぱりその逆にそれを地域で一生懸命やって、うん、そのまあ、ゴルフ人口を増やそうよとか、まあ、ものすごい真面目な話になってるから、ね、いやめちゃめちゃ大事だと思うよそれぐらいこう第一人者の優作とかがそうやって大きく物事を考えてもらえるっていうのは、ぜひ優作君の、ね、もう気持ちにルームゴルフ一度、はい、一度もう過ぎでしょこの企画のリーダーですみんなで応援して一緒に何かゴルフのことを盛り上げてたらなと思います。今日はですね、アンダー15ジュニアゴルフクラブチーム対抗戦という、試合がありまして、まあ、ちょっといろんなご縁がありまして、ね、この試合に参加させていただいてるんですけど、その発端となった、方をこれからちょっとお呼びしたいと思います。井上久彦さんです。どうぞ。こんにちは、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ですね、高校ゴルフ連盟の、中学校の方も理事長していただいてて、まあ、この今回のジュニアの試合の受け人と。実は、井上さんはですね、僕の高校の恩師なんですね。高校3年間、僕の、まあ、大阪桐蔭というゴルフ、ゴルフで行ってた学校があるんですけども、そこのコーチというか、よろしくお願いします。ご無沙汰しています。どうですか今回、まあ、プレーオープンというか、このプレーの試合ということで、来年に向けての今回の試合だと思うんですけど、ね、優作プロのように、ね、プロゴルファーで全部活躍するっていうのも一つですけど、やっぱりジュニアゴルフっていうのをもっともっと裾野で増やして、ゴルフをもっともっと世に広めたい。その中でやっぱりゴルフをまず身近に楽しくしてほしいということが一つと、もう一つはゴルフっていうのはやっぱり小学校中学校ぐらいは仲間でチームでなんかこうみんなで一つの目標を共有し合って頑張ってほしいという、この2つをテーマにして、まあ、今回ちょっと高校のゴルフ連盟から一つ外れた状態の中でジュニアゴルフクラブチームというのを作らせてもらったということです。ああなるほど。やっぱり今お話聞いてて思ったんですけど、やっぱりその団体戦って僕らやっぱりそのプロになってからその団体戦ってもうほとんどないんですよ。やっぱりその中学校高校とやっぱ団体戦があることでゴルフがすごい楽しいし、やっぱりこうみんなでこう切磋琢磨して頑張るっていうのが一番基本っていうか、やらなきゃいけないことなんだなって感じたんですよ。特に中学校ならゴルフ部が少ないから、やっぱり小学校でゴルフをしている子たちが中学校でゴルフをしようとする機会がない。そしたら地域の人たちがやっぱりこう一緒にクラブチームというのを作って、地域で子どもたちをゴルフをさせてあげる。でその中でプロゴルファーを目指すっていうような子は本当にそのプロに教えてもらってプロゴルファーを目指す、優作プロみたいなプロは、でもそうじゃなくて社会に出て、ゴルフをずっと続けてもらう。やっぱりね、生涯80歳になっても20歳になってもゴルフってできる話だから、ずっとゴルフを続けてもらう。そういうことがやっぱり、まあ、必要なのかなと思ってます。いや素晴らしい。いや今日はですね、そのこの試合のですねお手伝いに、ちょっとゲストとして、いろいろやらせていただきたいと思います。井上先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。また見てください。